ああ、まあ悔しいですね、シンプルに。はい。まあ、相手の印象は、まあ、前回は特に印象が逆にないぐらいで負けてしまったので、なんとも言えないんですけど、まあやはり強いなと。仕掛けも多いし、圧力もあるし、うん、ただその中でも、まあ、負けてもらうというのもあれですけど、まあ、手応え感じた部分もたくさんあったんで、まあ、全然ネガティブじゃなくて、もう次に向けてまたベルトに向かって一歩ずつ歩いていこうって思ってます。2回もね、戦ってね、なんかそういう、ね、顔見知りになっちゃったんで、ただ全然仲良し恋しやるつもりはなくて、また俺は彼がベルト持ってる限り、まあ、またベルト失ったとしても、俺は彼にまたやり返すチャンスをもらえるまでは一つずつ戦って勝っていこうと思ってるんで、全然まだまだこれからと思います。いや、サトシ選手はもうそのまま強い手だけで、まあそれに俺が寝技の展開で食らいついてしのいでって、まあ、作戦通りではあったんですけど、うん、まあその仕掛けの多さと、あと多彩さで、最後はまあ予想外な、まあ予想外でもない、予想外の展開からちょっと一歩形入られてしまったんで、うん、まあ佐藤選手の成長っていうか、まあ負けたけど自分の成長は感じたかなっていうイメージです。負け惜しみですけど。